はい、ガレージ友吉です。ちょっとだけ紹介します。今このザク2ね、緑色のザク2量産型ですかねを作ってます。3インチのセドリックと同時進行でちょっと作ってます。で、これをね、緑色じゃないですか、この普通はね、このこういう風な色です。はい、それを僕は頭はちょっとね違うですけど、まあシャーザク風ですね、シャーザクっぽく作ってます。今シルバーを、下地で塗っとって、このねクリアレッドをこのこっち側ぐらいが3回目塗りました。はい、でこの手前の方が2回目ですね。はい、まあ、これは足とでこの頭です。はい、こういう感じですね、頭。はい、まあ、このね刺すやつはね、僕が段ボールの分厚いやつをまあ捨ててもいいやつを使って猫の手ブツブツ刺してやってます。こんな感じで、まあね、この奥側がここら辺ですね。まあここら辺が3回目の、クリアレッド塗ってます。それでもね、まだちょっとね、シルバーが出るかなって、まあ、そのはね、磨き足りなかったんかもわからないです。それかシルバーが多かったんかもわからないです。はい。で、今、これは、頭はね、3回目塗りましたけど、この部分ぐらいが2回目塗ってますね。で、はい。今は、とりあえず右左の足とでこの頭とを磨いて塗ってました。はい、今さっきね5分10分ほど前に塗り終わって置いてます。はい、まあ、このねこの緑の色がこっちのキャンディーレッドみたいな感じの色になります。はい、まあ、またねこっちもザク2も Y31 のセドリックも両方進めていってますんで、どっちもお楽しみください。まあね、もう一回ね、ちょっとシルバーかなんかがちょっと3回目塗っても出てきてますんで、もう一度明日ぐらいに塗りたいと思います。まあ乾いてからですけどね。はい、まあそれじゃあ今日はこの辺りで報告終わります。
はい、ガレージ友吉でした。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをお願いします。それじゃあまた明日お願いします。それじゃあね、バイバーイ。